鳥居境内園系、西三田神社は、大分県大分市にある神社。式内社、文後国一宮。旧社格は、国平中社で、現在は、神社本庁の別表神社。主祭新宗天神との内所在所心本宮山、大分郡誌によれば、神宮皇后が、三冠聖伐からの木と、西三田山に臨行し、その証として山頂に白旗を立てたという。 当地の人々はこれを数形して、マセガキを結んで拝んでいた。その後、王神天皇9年4月、竹内宿クが、元宮三条に祠を建てたのが宗師であるという。この伝承から、当社は本宮山を新大山として成立したと見られている。国史の所見は、日本三大実録上岸11年3月22日以上の西館多神に、 十五石下を授けるという記述である。演儀式新明帳では、文語国大伊多群に、西三田神社と記載され、文語国では、唯一の大社に列した。また、文語国一の宮として数計されたという。平安時代後期以降は衰退したが、中世以降は、領主の大友氏の数計を受けた。明治4年5月14日、近代社格制度において、国兵中社に、 列格し、第二次大戦後は、神社本庁の別表神社となった。式内社の否定式内社、文護国大分軍、西沢田神社の論者としては、他に、西沢田神社がある。文護国史、太宰官内史では、そちらが本祠らであるとし、大永十五年三月に、大友近代が現在地に先座したと伝えている。一方、大分軍の軍行や、 本宮三伝承から、こちらが本誇らであろうとする見方が強い。文後国一宮の否定当社の一宮への否定は、文後国史、太宰館内史、大板郡史等による。一方で、文後国一宮は、母ソ原八幡宮も主張している。過去三年の資料で、湯ゲ八幡宮を一宮とするものがあり、宇佐八幡宮別宮の母ソ原八幡宮が当社を差し置いて、 一宮に転化したと見方が強い。一宮について記した資料では根拠は不明ながら諸国一宮神明朝は母ソハラ、ヤワタを大日本国一宮家は当社を記載している。これに関連して安永十年の演技では当社を母ソハラ神社とも言うとして両社を同体視する伝承を載せている。ただし、これは 誤りと見られている。本殿右に立つ上子は、明治19年の造営。入りもやのあぜくら造り。大分市の文化財に指定されている。万年橋万年橋は、西三田神社の入り口を流れる大分川、水系沢田川に架か,かる石像単アーチ橋である。昭和55年4月8日に、大分県の有形文化財に指定されている。 主構造がアーチであるだけでなく、路面も緩やかな弧を描く太鼓橋で、路面とアーチとの間の石組みが狭いのが特徴である。江戸時代末の文久2年に当時のべおか、藩領であった沢田村の庄屋らが発起し、丘藩領であった大野郡柴北村の石工2代目後東京兵守ら20名によって、同年に竣工した。諸元元宮神社山富士。ありがとうございます。